日本ハム新庄監督チーム強化に笑いが止まらない。日本ハムの新庄剛志監督が1日春季キャンプの初日を笑いが止まらない、ポジションが大渋滞と上機嫌で振り返った。4番候補の新外国人レイエスや抑えの田中正義投手には二重丸をつけた。チームは今オフに6人の新外国人を補強するなど本気だ。新庄監督は選手の競争意識はかなり強い、就任3年目のスタートを上々の手応えとともに切ったと言えそうだ。これにネットの反応は、ハムは今年結果は置いといて良い補強をしましたからね、ファンの期待値も高まってるんじゃないかな、新庄監督も良い意味で覚悟を持って今年に臨んでるだろうし、エスコンにも選手が慣れ出した2年目に良い結果が出せたら最高やな。優勝はともかくとして A クラスは期待してますよ。新庄先生、今季は A クラスだな。今年こそは期待してるよ。もう最下位は嫌だわ。去年のこの時期も全く同じこと言って高笑いしていたが、終わってみればまたもぶっちぎり最下位。山川トラブルでバタバタしていた西武よりも下だった。新庄は笑ってる場合じゃない。